皆さんこんにちは、大見負けたわ、マイアミチャンネルです。今日は皆さんに本町塾を紹介します。彦根市にある本町塾は古い町屋をリノベーションした宿泊施設です。今回は夢京橋キャッスルロードと本町塾に向かいました。こんにちは、今日は彦根の本町塾やっていこうと思います。彦根駅周辺は最近新しいビジネスホテルがどんどん建ってるんですけど、今回紹介するのはレトロな宿泊施設です。まず彦根駅から夢京橋キャッスルロードに向かいます。こちらは彦根東高校ですね。文武両道で有名です。ああ、これが夢京橋キャッスルロードです。いつもは観光客が食べ歩きを楽しんで、大変賑わうんですけど、この日は日中35度を超えていたんで、あまり人がいませんでした。じゃあちょっと試しに食べ歩きをやってみます。こちらは千成亭のコロッケとステーキ串を買ってみました。日中クソ暑かったんで、ちょっと飲み物買うの忘れたんですよ。だって食べた後体感温度がさらに上がりました。まあそんな話はさておき、夢京橋キャッスルロードを西に向かって本町塾に向かうんですけど、本町塾に向かってる途中にお寺があります。これが妙正寺。もともとは別の場所にあったんですけど、1606年2代目の彦根藩主の井伊直孝がこちらに持ってきたということです。この井伊直孝が誰かっていうと、初代藩主の井伊直政の次男になります。まあ早い話が彦にゃんです。このお寺の宗派は浄土真宗本願寺派です。総本山は京都の西本願寺になります。ではその妙正寺の隣にある今回のメイン本町塾に行ってみましょう。入ると左手にカウンターがあって、で右にフロントがあります。まずここで宿泊代金を払って鍵をもらって中に入る感じですね。中に行くと談話室があります。まあ、ここでみんなでゲームをしたり、カルタをやったり、テレビを見たりして楽しみます。まあ、ゲストハウスならではですね。もう少し奥に行くと、バスルームとシャワールームが分かれてます。こちらがシャワールームですね。こっちがバスルームで、まあ、壁がヒノキになってます。バスタオルがレンタルになってるんで、まあ、フロントで借りましょう。自動洗濯機もあります。また談話室に戻ってくるんですけど、まあ、滋賀県や彦根市にゆかりのある書籍がたくさん置いてました。では階段を上がって今日の宿泊する部屋まで行きます。では中に入ります。今回撮ったのが2階のオンという和室になります。こちらの部屋は天井が低くて頭ぶつけそうになるんですけど、テレビはないんですけどエアコンは完備です。まあ、この日暑かったんでエアコンなかったら多分死んでました。こちらが朝食になります。地元の食材を、まあ、ふんだんに使った朝食で、まあ、朝からお腹いっぱいになりました。まあ、前回の動画でね、僕は結婚の発表をしたんですけど、もう8月になって滋賀県にもついに緊急事態宣言が出て、結婚の準備もままならず、フラストレーションのたまる日々を送ってるんですけど、まあ、地道に進めていきたいと思います。
今回は彦根の本町塾紹介しました。ご視聴ありがとうございました。